ここからが多分光君へのね、メインテーマだと思うんで、一回話を整理しますと、摂関政治というのは、天皇の父と母、および母の実家の人たち、この身内と言われる、こういう人たちによって政治が展開していくんだというところが一つ。 で次にですね、この公継承をする人なんですけどね、どういう人が次の天皇になるかっていうことをね、考えますとね、これ、摂関政治の時代の天皇です。父親です。何番目の王子かということが書いてあります。母親は誰かということが書いてあります。 そうすると、母親は、中宮である。時々、女語が混じっています。えっと、中宮が一番上、えっとですね、大雑把に言っちゃうとですね、中宮、石関の娘、時のナンバーワン権力者の 娘が中語です。次に語、根を置左大臣、右大臣の娘。で、この下が皇位ですね。大納言、中納言の娘。で、皇位継承は当然ながら、 中宮が一番で、尿吾が二番で、皇位が三番です。で、こうやって見ますとですね、天皇になった人のお母さんは、中宮か尿吾であるということがわかります。ご須作天皇は、藤原騎士さんが皇太子妃の時代に、ご須作天皇を 五霊勢天皇は、五作天皇が皇太子の時代に皇太子妃であった藤原の吉さんが産んだんですけど、そのまま吉さん亡くなってしまうので、だって、この人は五作天皇が天皇になる前に亡くなっているので、まあ、東宮妃になってますけど、生きていれば中宮になったはずですね。したがって 中宮か女吾に限定されています。では、このお母さんが女吾の場合ですね、中宮は誰なんやと、いうことをいたしますとですね、中宮は、冷、え、泉、っと、天皇の中宮、昭子内親王、および遠融天皇の中宮、藤原の孝子さんです。ところがね、この 少子内親王と藤原講子という、この2人の中宮はお子さんがいないんです。中宮にお子さんがいないから、養護の産んだ男の子が皇位継承をしているということが分かるかと思います。では次に、この少子内親王と講子さんは、 なんで子供がいないのかということで、少子内親王はね、冷静天皇に近づかなかったそうです。まあ、普通ね、冷静天皇、気の病やるからということなんですけど、いや少子内親王と冷静天皇の間に王子が生まれるとですね、この人、摂関家の女性ではないですからね、ややこしいことになるので。 まあ、少子内親の遠慮したんやという考え方もあってね。で、耕史さん、これはね、これ藤原の金道の娘かなこの人は金道としては男の子が生まれることを期待してたんですけども、生まれませんでした。ということで、ですね整理しますと、 中宮の産んだ子供が、皇位継承者になるんです。で、例外はね、一人だけおってね、その一人は、厚安親王です。定子が産んだ子供ですね。だからね、でその代わりに、 行為を継いだのは、少子が生んだ、ご一条天皇です。ここだけが違うんです。ということは、通常であればね、藤原道隆、帝子のお父さんの藤原道隆が長生きしたとか、これ近くはしょうもない失敗せえへんかったとか、帝子がお産で亡くならないで長生きした、 とかあるいは少子に男の子が生まれなかったとかそしたらアシャツ神皇って天皇の第一王子お母さんが中皇ですから天皇になっていても何の不思議もないんですよねでそれがいろんな事情があって天皇になれなかったそしてそれをひっくり返して 第二王子であった厚平親王家を天皇に持っていったのは藤原道長だった。ということで、これ原則がね、ここだけひっくり返っているんですね。でこれひっくり返すのはね、大変なことなんで、藤原道長にとっては。そこでですね、その時のソウルメイト、道長の友として、 紫式部が活躍したんだっていうのが今年の「日がる君へ」のテーマなんですかね、うん、では残った時間でもう少し詳しく見ていきますね、うん、あだからね私たちあの <laughs> 最初に道中がね勝利を収めてであの この世は我が家とぞもうもちきのーってね、かけたることもなしと思えばーって歌を読みましたから、もう、道長のですね、勝利はですね、初めからね、こう確定していたかのように思いがちですけど、あれー、なかなか白氷のよう白氷薄い氷のようね、歩いていくような勝利だったとも言えるわけですよね。 うん、ではもう少し順番に説明していきたいと思います。大郷天皇はですね、宇陀は摂関家と頼りを戻すことに批判的でしたが、大郷はです、ね、摂関家とすねと関批 強調すする路線を選びますどうしてかな、やっぱりね、天皇ね、旧当時の貴族社会のね状況をね、ちゃんと把握すればね、摂関家と手を組むしかないわというか、摂関家と手を組んだ方が政治もうまくできるし、そして自分の子孫にも、皇位継承を安定して持っていけるし。 摂関政治から離れ、摂関政治に戻した方がいいと思ったんじゃないんですかね、第五天皇は。うん、親じゃんあんなこと言うとおうけど、摂関政治、摂関石棺家じゃん藤原家ですね。あ、これでまだちょっと説明してこなかんけど、摂関家、摂関家でね、言ってますけど、実はね、摂関家っていう、この言い方はね、 この時代をいう、あの、に使うには、実はふさわしくないんです。あの、ちょっとここに書くわね。石管家ってね。この時代、外籍になった人が石管になりますよね。ということは、えっと、どの系統が石管を出すかというのは決まってないんですよね。 いや藤原北家の中に限定されてますけど、藤原北家の中でもね、道長の場合でも道長の家があって、道金、ね、道高、家3つあるでしょで、そのお父さん代に行くと、金家、お兄ちゃんが金道。で、そのさらにお兄ちゃんがこれまさ。で、さらに上に行くと、っていうふうに。 あれとかに作ったかな。うん。ただひだから見ると、早よりの系統、尾之宮家、茂之助の系統、九条家。さらに茂之助の系統が、これ正慶、金光家、金井家,家,家に分かれて、さらに金井家の系統が 道高系、中野関白系、から道かね、から、えー、と道中、緑流かな、に分かれていくわけですよね。で、その中で、どの家が摂政関白出すかというのは、結局、僕もどの家が取るかということになるわけです。ところがね、後にね、この石棺がね、分離するんですね。 白川上皇の時かなで外籍でなくてもお前の家が摂政関白を出せってことになるんです。その時から、白河上皇の時代から摂政関白を出す家は指定されるんです。そこからが摂関家、正確な意味でのね。で今これあの道長の頃っていうのは摂関家、摂関家言ってますけど、 歴史、用語上の摂関系ではないんですね。でももう、普通摂関系って言いますもんね。うん。まあ私たちのレベルではね、摂関系、摂関系でもいいと思います。と、畑野先生も言ってありました。いや、まあまあ、高等学校のね、教科書レベルであればね、もう、道などは摂関系って言っても別にそれでいいんじゃいますかみたいな。うん。厳密にはちゃうんですね、摂関系ね。うん。 この時代の藤原家は石関家ではないんです。ということをちょっと言っておいてですね。ほんで、レーザーポイントに戻してですね。で、まず勝利したのは、というか、身内関係を築いたのは、時平と大子とという、こういう身内関係が初めに。 継承されます。で、時平が、時平はどうして関白にならなかったんだろう。えっとね、摂政はね、天皇が幼い時は、摂政を置かな、しょうがないんです。ただ、大悟天皇、えっと、時平が、 元常が亡くなった時には、第五天皇は、第五天皇が天皇になった時は12歳か。あ、その時は関白おったんかな。時代は,は関白にはなってないですね。うん。時だが若いからかな。なんで時代関白にならなかったんだろう。まあ、いっか、なことは。実際、ここの、ここが、 あの政治を担当していたことは、しかですからね、うんで。ところがですね、この家は、菅の道真のね、たたりで、まず時平がいなくなって、で、安明親王も亡くなって、で、時平の娘、ニゼ子さんと、 安昭親王の間に生まれた義頼王、この人が皇太子になってたんですけど、この人も5歳で亡くなって、第五天皇が三真のただりかーって言いながら、930年に亡くなってしまうという形でね、こう亡くなってしまうんです。で、第5天皇が亡くなった後の行為は、 安明親王の弟の菅田久天皇に行きます。安明親王と菅田久天皇って20歳の年ちゃうんですね。この恩師さんって安明親王を産んで、で、当時は女の子入ってるのかな ?20 年ぶりに男の子を産んで、で、もう一人男の子を産んだんです。で、930年。 醍醐天皇が亡くなって、朱醐天皇が天皇になります。でね、これ、本当は安崎ら親王がね、皇位継承していれば、年齢的に問題なかったんですけど、この朱醐天皇は、醍醐天皇が39歳の時の子供なので、天皇になった時、8歳でした。で、そうすれば接しておかなきませんよね。 藤原忠平が摂政になります。で、こうして、朱雀天皇、藤原忠平で政治が始まりました。スザ天皇とね、藤原忠平の,の,の時代ってね、えー、っと、王朝国家という体制が形成された時期かな。あの ただひらが政治改革を行ってね、いろんなものをこうアウトソーシングしてね、で社会を変えていくんですね。実料性、高知公民性のね、あの崩れるのを食い止めようとするのではなくて、その時代に合わせた運営の仕方をしようというふうに、ただひらが変えたんですね。 スダク天皇の時に。で、小池慶祖に行きますけど、スダーク天皇には、きさが有名な人で2人いました。で、ただひらの、えー、後継ぎが実頼で、実頼の娘さんが、スダク天皇のきさになってるんですが、 ところがですね、朱雀天皇は体が弱くって、946年、私、天皇を辞めるわ、弟に譲るわということを言います。で、その時これ、慶子さんっていうのかな、ここには子供いなくって、で、彰子内親王、ここに女の子が一人いるんです。彰子内親王、さっき出てきましたね。 冷泉天皇の中宮です。でこの少子直進のがなぜ積極的に王子を産もうとしなかったかっていうのはこう実家がね朱雀天皇のこの家なんですけど外籍としてっていうのがあるんですかね。でもの少子直進の時代は村上天皇が引き取って大事に育てて。 で、村上天皇の、まあ、中宮ですよね。天皇の皇女ですからね。うん。だけども、彰子内親王に後継ぎの王子ができると、それはそれでまだね、難しい問題が生じてしまうので、彰、まあ、子内親王はそれを避けたですね。で、問題はね、実頼さんの方なんですが、で、須作に、 一人娘を送り込みましたが、王子できませんでした。で、村上天皇が即位してきます。で、ここにね、もう一人の娘、術師さんを妃として送り込むんです。で、ただ平の後の藤原家なんですが、着流はね、 藤原実よりの方なんですね。これ、尾宮家と言います。光る君へでは。頼忠、金藤、金藤さん出てくるんかな。それから、もう一人、あの。藤原実介という。小遊記書いた人が出てきます。あの人は。尾宮家ですね。うん。 尾宮武大臣で「正勇気」っていうらしいですからね。うん、あの藤原実助さんね,さんね、道長といろんなエピソードがありますけど、あのこの世をば我が家とそう思うってうね、あの歌を書き残したのも藤原実助さんですが。実助、うん、さんね、 世が世であれば、藤原家のね、着流でという意識があるんですね。道長って言うけど、道長って、尾野宮家から見れば弟の方やんか、弟の方でも着流これますの方やから、そのまた3番目のね、金家の子供で、そのまた末っ子みたいなもんやろという。 うん、でもね道長の方が偉くなっちゃいますからね実資さんも苦労するんでしょう金藤さんもね、うん、道長か <laughs> ってなこともまた光るく見えて楽しんでもらおうとしてねもともとは金藤さんとか実資さんの,のお飲みやけこっちが藤原家の本流なんですけどですね摂関家 政治というのは、あくまでもの、天皇と身内にならなあかんので。そのためには、自分のところの娘が王子を産んで国母になってもらわなあかんので。でね、摂関政治って、ものすごくね、ロジカル、論理的に動いているとこあるんですね。中宮が産んだ第一王子。 中宮がまず、えー、っと、お母さんの地位が高い。中宮、養護、皇位。この原則と、都市が上。この2つの原則で、誰が皇位継承者か決まるので、その中で、いかに高いポジションの王子を、自分の身、自分の、 子孫か出すかという、そういう戦いなんですね。怒り君の戦いというのは。ルールはものすごく普遍的なルールでいくんです。で、このルールに対しておかしいじゃないかっていうのはね、言ってもあんまりね、貴族社会から、いやでもね、それでやってみんな戦ってるんやしっていうことなんですよね。でね、でしかもこのルールってね、 かなりの部分まで努力でいけるんだけど、例えば、お父さんが高い地位につくとかね。で、娘を高い地位につけるとかね。お父さんの地位が高いほど、娘の妃と々の地位も高くなりますからね。ところが、最後の最後のところに運があるんですよね。それはいくら高い地位で娘を 天皇の妃にしてもただ中宮とか皇后にしても王子が生まれないことにはどうにもならないんです。最後のところが運なんですね。道長が最初に勝利したのは彰子さんが篤平と篤中か二人男の子を産んだからです。あそこに 男の子が生まれなかったらね、彰子さんが男の子生まへんかったら、その子の子供の松屋親王が太子しなったかな。そしたら道長がこの世ばーっていうほどの権力を握れたかなってことになるわけですね。でさて、小宮家の話にね、戻ってね。されよりは、一人目の 娘、圭司さんを須賀君に嫁がせましたが、これは、王子生まれませんでした。そこで、村上天皇に術師さんを、妃に入れます。でね、術師さんね、947年に妊娠するんです。 僕がねその年伝染病を行って闘争で,で病気になってでそれで出産してで亡くなっちゃうんですねここに生まれてきた子供が男の子やったら女の子なんか <laughs> 私が調べたんで分かりませんでしたけど、まあ、もしね術師さんが健康に男の子を産んでいたらそしたら このサネよりの系統、こっちが天皇家の身内になって、実権握れたんですね。ところが、術師さんが亡くなってしまったので、で、村上天皇の後継ぎの王子は、藤原の元助の娘、安子さんの方の王子になります。 で、安氏さん、男の子3人産んでるんですね。後の冷泉天皇、為平親の後の円融天皇です。でね、安氏さんが冷泉天皇、後の冷泉天皇出産したんですけど、この人ね、第二王子なんです。第一王子は広広、広平親王といって、 好位の夕姫さんが産みました。夕姫さんの実家は藤原南家の藤原の元,元方です。お父さんが大納言だから娘は好位安子さんは、えー、とお父さんが右大臣になっているから女子なんですかね。 で、皇位の夕姫が第一王子を産んだんですけど、女王の安子が第二王子を産んだので、第二王子の方が将来皇位を継承する可能性が高くなります。元方さん、がっかりしたでしょうね。でもしょうがないね、そういうルールなんですからね。うん 好意が生んだ子供よりも、養護が生んだ子供の方が、位継承順位は高いあ。なので、光源氏は、お父さん、えーと、光源氏のお母さんは、桐壺の好意で、好意ということは、光源氏のお母さんのお父さんは大納言。かなうん。 で大納言の娘、皇位が生んだ男の子ではね、将来、皇位継承は難しいので,で、それで、光は親戚降下して、自由に生きるようにしてあげようということで、光源氏は親戚降下するんですね。で、これで、 安氏さんが後の冷泉天皇を生んだことによってこの諸輔の系統の方が実りの系統に対して優位に立ちます。で村上天皇が967年に亡くなって冷泉天皇が即位します。 でね、この冷泉天皇なんですけどねちょっと問題があってまあ普通はルックスはいいんだけど気の病があるとか言いますけどねちょっとこの人大丈夫かなってところがあったらしくって。 で、関白立てなあかんよね、ということになったんですが、本来であれば、霊静天皇の母は安氏で、亡くなってますが、昔で国務で、その父が諸助ですから、この人が生きていれば関白ここに行くんです。でも、いなくなっちゃってるので、 じゃあ、ということで、安氏のお兄さんのこれまさに関白持っていこうとすると、967年でこの人ね、大納言なんですね。でね、摂政関白ってね、右大臣か左大臣か、せめて内大臣じゃないとダメなんですって。なので、大納言では無理やと。 で、モロスケは亡くなってしまっている。で、本来モロスケが関白になるところなんだけど、その代理でサネよりに関白をしてもらおうということになりました。で、藤原家ホッケ全体としては、藤原のサネよりが関白でいいんですけど、ただね、この場合のサネよりさんね、関白になりましたけどね、 冷勢天皇の外籍とはちょっと言いにくいとこありますよね。なので、こうする関白なんですけどね。あまり力発揮できないんですよね。でむしろ、身内という点から言えば、冷勢天皇の身内はこれまさということになります。で、これまさは自分の娘、海士さんを天皇にとすがせて、 いますのでここに家が形成されていきます。だから関白ってね、関白という地位にもう力はないことはないんだけど、外籍というね、力には勝てないんですね。やっぱり摂関政治というのは、天皇、を天皇の母、およびその実家というね、 この身内、こちらの方が、政治における力の源になってるんですね。でこの冷泉天皇なんですけども、ちょっと問題があって、ですね。で、天皇を変わってもらおうということになりました。 でここでですね、次男が為平親王なんです。三男が後の遠融天皇なんです。ただ、この為平親王なんですけど、この人ね、この人のきさきの、きあきって言うんか、きさきの,のお父さんは源の貴明だったんです。藤原ちゃん合うんですね。それで、ちょっとこの人はと。 ということになっ1969年ですね、為平親王の,のバックについているかもしれない源の孝明自体が源の三中の密告が元でですね失脚してしまいます。安ンの変って言いますね、まあ。ここの教科書的には、このアンナの変をもって藤原氏の多市排斥は終わったと。 いでこの源の三中ってこの時60何歳やったんですけど元々も源の源の高明ともとの源源源源源と源源三中と今これ源氏でも違うんですねこの源の三中ってあの清和源氏の武家源氏の源の三中で源の高明に仕えてた人なんですけどね主人裏切って密告したんです。 でおかげでね、藤原氏からようやってくれたってですね、摂関家の武力として、藤原家の武力として使うたるわと言われて、このあと、清和源氏というのは、藤原北家の武力として、五位とか四位とかいうあたりのね、軍事専門の貴族、軍事貴族としてね、 トップの座につくんですね。幹部兵士なんか押さえてね。で、これもそうなんですけど、冷泉天皇から弟の円融天皇にワンポイントリリーフして、そして冷泉天皇の子供の後の崋山天皇に持っていこうとしていました。 この遠雄天皇、この人って、あの、これまさは、霊勢、遠雄火山という、この行為継承を考えてましたから、この人一大主なんです。もともとはね。一大主って、その人だけで終わる。ですね。うん。好意を子供には継承させない。そういう皇太子として、円融天皇が霊勢の 弟で皇太子になってるのかなで、その後、この弟の皇太子の園遊を一時的に皇位につけて、そして冷静の子供へ持っていくということをやったんですけどね、ところが、このコレマサが972年に亡くなってしまうんです。コレマサは970年、実りが亡くなると、摂政の地位につきます。その時にはもうコレマサは 大になってますのでねで天皇を冷泉から園遊に変えて園遊の摂政になってそして火山を皇太子にして園遊をワンポイントリリーフにして火山に持っていくという予定でした。これもその次の弟が金道その下の弟が金家です。大体この頃に道長が生まれています。 道長が生まれたの百966年だからってことは、冷、え、泉、っと、天皇が即位する1年前に生まれてるんですね。で、道長が生まれたばっかりの頃は、この冷泉から円融をワンポイントにして火山に持っていこうと、そういう行為継承を藤原ま政が推進していることに 道長は少年時代を過ごす。まあ。子供時代かな。を過ごすことになります。あ、道長と。紫式部って。お隣さん。なんだそうです。でも、道長と。紫式部って。知り合、子供の頃に。知り合っていることなんかないって。幼馴染とちゃうっていう話ですね。うん、まあ、光君家ではね。幼馴染で。 行くらしいですけど、うん、幼馴染とちゃう。というのがね、うん、そっちの方がシーツらしいです。で、このれまさんですよ。972年にね亡くなってしまうんです。で、円融天皇なんですけどね、この人、ワンポイントリリーフだと考えられてたんですよね。だからね、貴族たちね、 レイゼの次は火山やと思ってるわけですよね。遠雄天皇に娘を妃で送り込んだって、あんまり意味ないやんっていうことからね。遠遊天皇って縁談話があんまりなかったらしいんです。ところが、金道は自分の娘を遠遊天皇に送り込みます。 これ、これまさと金道と金家なんですけど、これまさと金家は仲が良くて、金道は両方から仲が悪いらしいですね。うん。で、これまさの時代ね、金道ね、冷飯食ってましてね、金家と金道では、金家の方が弟なのに、金家が大納言で、 金道中納言なんです。弟にね、地位逆転されとったんです。ところが、この兄貴のこれ政が亡くなったことによって、金道に運が向いてきます。これ政が亡くなった後、関白どこに持っていくかっていうことで、 弟の金道かっていう気持ちはレマさんにばったんですけどね。そやけど、アンシさんは金道の仲良かったのかな。<laughs> まあ、とにかく、兄弟おるのに、監督を持って行くことないやろうっていうことになって、まあ、順番で行きましょうと。金道が関白になりました。 で、金道は自分の娘を園優に送り込みます。でね、金道ってね、娘一人なんです。この講師一人なんですね。で金道は、これもあの、冷静系の方を重視する路線に対して、園優の方ですね、ここに娘を送り込んで、で、 王子ができたら、こっちに持っていって、新しいコートを作ろうって、なことを考えていたんではないかって言われてますが、ただ、縁友と講子の間に子供は生まれず、金道が977年に亡くなってしまいます。金道が亡くなった時なんですけどね、順番でいけば、 金井に行くとこなんですが、金道は金井が大嫌いで、まあ、金井の行動にも問題があるんですけどね。で金道と金井は仲悪かったんで、金道と頼忠はね、手く組んどったんです。協調関係にあったんです。で、金道は弟を折巻にするやったらいっそ頼忠に。 感覚持っていくわーってね頼田田を感覚につけますさてカネエなんですが一人目の娘の長子を冷静に送り込みましたで、二人目の娘の戦士を遠遊に送り込みましたで、頼田田も娘の順子を遠遊に送り込みます これで、これただの娘、海士。金家の娘、長子と戦士。頼ただの娘、純子。この中で、どこに王子が生まれるか。ですね。でそして、その中の誰が皇太子から天皇になるか。によってね、これただ,だけ、から金家系、 よりただけのね、運命が決まるんですね。というあたりから、光る君へ始まるんですかね。ちょうどこの時代に、えー、と道長は十五位芸になっています。女爵って言いますね。十五位芸というのは、貴族の、貴族社会の、ま、入学、 試験をパスしたみたいなも、貴族社会のピラミッドの一番下に入った。ここからずっと上がっていくんです。どこまで上がれるかは、どういうふうに早く上がっていくかはね、この家の力によりますね。うん、金家の力が強ければ、その力に引っ張られて、どんどんどんと、急スピード、すごいスピードで上がっていけるし。で、上がっていったところでどこまで上がれるかは、本人の 力と運とと運いうことになるじゃね。今日はそういうことで980年藤原道長が元服して十五位下になった時政治情勢はどうなっていたかというところまで話をしました。